ドドン。さあ今日は、ブリオベッカフライスの日本スポンサーでもあります株式会社ショーエービンさんにお邪魔することにしています。見てください、コロナに負けるな、頑張ろう日本。苦しい時にこの垂れ幕を出していただいて、通りを走る方々みんな元気もらいました。素晴らしい熱い会社です。株式会社ショーエービンズではブリオベッカフライスの競技場やいろんなところで目にするあんなことやこんなこと、いろんなものを作っていただいたりしています。今日の撮影は必見でございますよ。楽しみにしてください。どどん。ブリオベッカ監督、津波です。今日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ショーエービンズの小山と申します。いつもお世話になっております。存じ上げております。幹部自らわざわざありがとうございます。いえいえ、何もないです。この工場本当に素晴らしいんですけども、はい、いつ頃から引っ越してたんでしたっけ？ここは2018年の12月にもともと3つ工場があったんですけども、はい、それをこう統合しようということで、こちらに移りまして2019年の1月から、実際に稼働しております。素晴らしい本当工場で、先ほども話しましたけどコロナに負けない日本、はい、あの垂れ幕で僕本当に感動しました、ね、みんなが苦しい時に。事業内容、大体ちょっとどういうことをやられているか、はい、ご紹介いただきたいですか。私たちショーエービンズは、展示会とかイベントの、総合ディスプレイ企業として、企画から、それからデザイン、それと設計、制作、現場の施工、最後会期中の運営まで、トータル的に、お客様の業者さんに向けてサポートをやっております。全部できちゃうんですね。全部できます。イベントをじゃあちょっとやってくれって言えばもう全部受けっちゃうみたいな、はい、素晴らしいですね、はい。これだけの工場があると何でもできる方が揃ってらっしゃるということで、はい、今日中の施設も見せていただけるっていうことを伺ってるんですけど、はい、いろんなことがあるんですか？もうたくさんあります。ここは8000坪ぐらいの敷地があるんですけども、先ほど話しましたとおり、まあ、社から現場をすることということで、ここは制作主体の施設になってます。で木工場から、サインセンター、それから、映像とか音響とか演出照明、そういったイベントで使うその備品関係、はい、そういったものを扱っている、総合物流センター等々もありますので、ぜひディスプレイを見ていただければと。深く省エビズの知れる日になるかもしれません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ、みんな何なんですか、この機械？こちらは、説明のパネルだったりとか、紹介のパネルとかの板状のものの、盤面に貼り付けるための、はい、出力物を出す、印刷の機械になっています。板状のこの、板でよくいろんなできるやつの、はい、作るやつですか？作るやつの出力になっています。出力、出力。はい。はい、でこちらが、この後、壁面に貼っていただく出力表示の印刷する溶剤の印刷機になります。すみません、専門用語多すぎてちょっとわかんないですけど。え、出力？出力？なんかあれわかんない。水性っていう、はい、こちらが溶剤機っていう。溶剤。はい。インクが溶ける材料。溶ける材料っていうか、表面を溶かしてインクを固めるっていう。はい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 。じゃあ、印刷の仕方が違うって。印刷が違う。でこちらの方が、印刷強度は高いんですけれど、はい、ちょっと有害なインク、簡単にちょっと有害なインクを使っているってものになってます。なんですけど、インクの強度はとても高いです。なるほど。剥がれない。剥がれない。溶け、あ、こういうことですか。水素、そういうのは分からないね。そんな何種類もあるんだよ、これ。今あれ、うちのじゃないですか。はい、これ、ベッカ、ブリオベッカ。これ売っていただけるんですか、はい、あら。この後、壁面に貼り込むためのやつ、紹介するためのやつになったんで、すみません、仕込みいただいたんですね。ありがとうございます、はい、もうここでさすがでございます。競技場の横に置かれる看板のボードとかそういうことの印刷でございます。これはフランスの周りに置いてもらっていただいているボードの製作の、こういう板のやつは、あ、今のローラーだったんですか？はい、これはまた違う。同じ、先ほど A 型看板で貼ってやって、ウェルカムボールと同じ、もので、あ、それを貼ってるんですか？はい。あ、それ貼り付けるわけです。板じゃない。板に貼ってたもんな。貼っつけてるの？なんかイメージが板をこうパーッとして印刷していくようなイメージでしたけど、違うんですね。はい。
のり付きのビニールみたいなのが押さえて、で、このチェアに入って、大体こういうもんですか、こういうの。そう、まあ、さっき作られる、その作り方さえ知らないからね、そういうもんだもん。ちょっと待って、こちら、飛沫パーティション用の、飛沫を分解というものになっていまして、発端の奥で今動いている機械が、ね、自動でカットして、飛沫をカットして、今、今回コロナだからそういうのが需要が多いんですね。はい、無料ベッカ仕様の用意してます。すごい、無料ベッカ仕様パーティション、これさえあれば誰とでも会える。すごいね、これ。家に欲しい、妻との間に。会話が多いね、一番会話が多い。インタビューボードの制作とかで作ってますね。また大きいですね、これは。昔あの、こうやって印刷小学校で行くなくて、なんかガリバンズリってやってたけど、そのデカいやつですよね、これ。手でガリバンズリがあって、あら、アブリオレッカー、すごっ。素晴らしいね、職人です。使うんだ、こういうとこは。松崎、よろしくお願いします。この場所はどういう活動？実はですね、ここにあの木工、木を使った、まあ、造作物です、はい、例えば壁とか、あとは店舗に置く重機とか、まあ、そういうものを主に、まあ、木の木材を使ったものを、なんか雰囲気、あの、床も木だし、ちょっと別のセクションと違う感じですね。僕の使うのは、あの、さっき金属感度、はいはい、こちらも木を、本当木だけを使ったところになってます。スタッフの方がたくさんいらっしゃる。そうですね、まあ、今はちょっとまだあの、ね、いろいろコロナの影響がありまして、はい、少ないですけど、一番多い時だったら30人ぐらいここ入って、はい、もう足も踏み間もないと、はい、これが何をお使いになるんですか。ベースの材料、こういった形で厚みのある材料。ミリ単位じゃなくて、1ミリ、1ミリ違うだけで、やっぱりもう製品不良になっちゃいます。こういうふうに、ずっと作ってますけれども、基本的にミリ単位で全部。さっくり打ってるけど、ちゃんと一緒だって。さっくりじゃないの。すごい、一緒に、ほら、2個目で全部一緒に打ってる。すごい。多分緊張されてると思いますよ。感覚ですね。手で触って。はいはいはい。ありがとうございます。最近女性の方も。そうですね。そうですね。女性は力がやっぱりね、弱いので、ね、まあ、ちょっと大変なんですけども、細かい作業というか、やっぱり手遣いとかはやはりあるので、まあ、そういうのは細かいところに関してはなって。お仕事中すいません。お話を伺ってよろしいでしょうか。これ今は何を？これはパネル。パネルの。こういうお仕事、女性の方って何か難しそうだったんですか？最初は大変でしたけど、最近はないと思います。やっぱこれ物作りがお好き、はい、それでこちらの会社に進出されて、そういう率はどうですか、あの居心地は。でもみんなよくしてくれてる。いろいろと見させていただきます。すいません、お仕事すいませんでした。お仕事中申し訳ございません。ちょっとお話しさせていただきます、はい、この会社こちら入られて今何年も、それなんか工場とかって、なんか僕のイメージだと職人とおじさんが多いような気がするおじさんが。でもお好きなんですか、こういうI used to be a hundred.
ベルカー、教えてください。繊細な作業を最後剥がされてるということでよろしいでしょうか。これを今から海苔をつけて、どこだ、あ、このぐらい、このぐらいに海苔をつける。これ海苔、これ初めて見るぞ。海苔付けの機械です。実際に海苔付けて、実際にここに壁があるので、はい、ここに実際貼って、それこそ常にずれちゃう人はね。かっこいい、かっこいいぞ。なんかあるぞ、やり方が。職人なんです、これ、ね、職人ポーズ。タイミングとかあるわけですよ、ちゃんと。割れないですよ。